巨人ドラ4、門脇誠、好守備4連発。惜しいけどすごい。門脇たまらん。素晴らしい。普通にうまい。地味に秋広のグラブさばきいいね。門脇本人は当たり前のようにさばいてアウトにするところを目指してやっていきたい。スライディングしてしまうのは多分自分の癖なので、ただそれでいいように見えているだけというか、普通のプレーだと思いますと控えめ。ところが、原辰徳監督は、門脇もあの反応の良さというかね、波ではないなという感じがします、と高く評価した。信じてええんか？とんでもないルーキーを指名してしまったな。井端、門脇はショート無理、これなんだったの？井端とかいう逆張り。坂本が退いても、門脇いるなら安心やな。